ロバート・タージャンはアメリカ合衆国の計算機科学者。タージャンのオフライン最小共通祖先アルゴリズムなどのグラフアルゴリズムを発見し、スプレーギとフィボナッジヒープというデータ構造を共同で発明した。2012年現在はプリンストン大学で計算機科学の教授を務めており、ヒューレット・パッカードのシニアフェローでもある。カリフォルニア州ポモナで生まれる。父は 精神薄弱が専門の章に精神科医で修立病院の院長を務めていた。子供の頃 SF をよく読んだタージャンは天文学者になりたいと思っていた。その後サイエンティフィックアメリカン誌に連載されていたマーティンガードナーの数学ゲームを読んで数学に興味を持つようになる。8年生の頃、非常に刺激的な教師の影響で真剣に数学を志すようになる。 高校の時、パンチカードの称号の仕事を経験。1964年のサマーサイエンスプログラムで、天文学を学ぶ中で、初めて実際のコンピュータに触れている。1969年、カリフォルニア工科大学で数学の学士号を取得。スタンフォード大学に進学して、計算機科学を専攻し、1971年には、修士号。 1972年には PhD を取得した。スタンフォードでの指導教官はロバート・フロイドとドナルド・クヌースでどちらも有名な計算機科学者である。博士論文はアニエフィシェント・プラナリティ・アルゴリズムと題したものだった。タージャンは数学が実用的インパクトを持つことができる分野として計算機科学を専門とすることを選択したという。その後、コーネル大学。 カリフォルニア大学バークレー校を経て、1977年からスタンフォード大学助教授、1981年からニューヨーク大学准教授、1985年からプリンストン大学教授を務めた。また、1989年から1997年まで NEC の研究所のフェローを務めていた。ベル研究所、インタートラストテクノロジーズ、コンパックにも、 席を置いたことがあり、2006年以降はヒューレット・パッカードに在籍している。アクムと IEE のいくつかの委員会で委員を務め、学会誌の編集も務めたことがある。タージャンは様々な分野の問題を解くのに適した効率的なアルゴリズムやデータ構造を多数設計している。グラフ理論のアルゴリズムとデータ構造についての先駆的業績がよく知られている。例えば、 タージャンのオフライン最小共通祖先アルゴリズムやタージャンの強連結成分アルゴリズムがある。ホップクロフトタージャン平面性判定アルゴリズムは世界初の線形時間の平面性判定アルゴリズムである。また、フィボナッチヒープとスプレーギという重要なデータ構造を開発した。素集合データ構造の分析でも多大な貢献をしている。また、初めて逆。 アッカーマン関数の最適実行時間を証明した。ありがとうございます。